さんどうも、ご機嫌いかがでございましょうか。ございます。ドラゴンクエスト4カレスの8パート8とプレイしていくと思います。はい、前回の実況からかなり時間が経過が続くとプレイしていくと思います。火の町へと思います。バンバン出る。ここは港町サンベリーよ。なあ、酒場は夜からなんだ。世界地図はいかがですか？あ、ほら、嫌だ。まだいっぱいあったと思ったのに。立ってるわ。剣を魔物たちに使った人もいた。た部屋は開かずの間になっている。タバコ。昔の灯台が私たちに置かれたのはつい。それ以来、灯台は邪悪の光で照らし始めたのです。どなた様のお船じゃろう。ずいぶんと金がかかっているようじゃが。はい、大きな船だな。旦那は南に行きたいって言ったな。南の大陸のロスのな世界の昔で濃い地図を持っている。誰かって、そんなことは親方に聞いた。船を作って灯台がおかしなことに船を出す。おう、が完成するってのに、ゆねこの棚は何をやってんの。古代の魔物に晴れていなきゃいいけど。あ、心配だ心配だ。ではトルネさんという晴れて作っているんですが、マジです。
ートはとんでもない無茶ですな。せいでテストを出せないなら退治してきてやる。入って一人で東大に向かって行ったんです。船を出せるようになるんですが、コツが腐っちゃいますよ。波に向かった船が最後に出た。え、それは3タイムの姫が乗った。いや、船であろうな。では、船の音を出したいさ。が、船が陸から離れた途端、灯台が怪しく光って、がものすごく荒れるんだ。船なら、左の奥とかブランカの下の山奥で火事に落とされた村があったそうです。でもタイムではお城が突然と変わったというし、は地獄の帝王が蘇るというと関係があるのか。いつかは自分の船を持ちてえよ。よ、金があると飲んじまうんだ。かな。ああ。旅はいいよ。さんは全く武器屋の鏡ですな。で、船を買って世界を回り、を探すつもりか。サービスから私と会って。ただ冗談に決まってるでしょ。僕は夜は閉めた。小さなメタルを集めて品物に買ってもらえますよ。あれば年下なんてなことがおっしゃるのか。なんですかあなたは。私は彼女に。
ったら帰っていて、やっぱりいて腹剥げるんですよ。そんな。はい、では東の灯台に行きたいと思います。知らないが、ちょうど良いところへ来てくれました。灯台に来ている赤くな炎の鳥でここまで来たのか。え、これ以上良かったのか。はいです。変わって邪悪な炎か。邪悪な炎も出るはず。じゃあ楽しましたよ。さあ皆で待って、忘れてました。トルネコはどうした？猫が灯台に向かったと聞いたので、待って食い殺してやろうと思った。猫が怖くなって港町に戻ったな。港町まで行ってトルネコを殺してくれるわ。あ、ウーラを。いい。どうしなってるの？
箱を開けた。なんと聖なるタブレットを見つけた。こちらは聖なるタブレットを手に入れた。いますね。エロ燃えろ。弱な炎光でこの人って全ての船を沈めてしまえ。あれだ。でやってくるとはバカな人間だ。程よいこの炎の中に投げ込んで手にしてやるわ。どうそうなのが出ました。聖なる炎が輝き出した。よくやってくれました。邪悪な炎も消えて、ほら、海もあんなに穏やかです。で、嬉しいことに船も完成しました。ここでお願いがあるのですが、私は魔物たちに恨まれているようなの。でも、あなた方のような強い人たちと一緒なら心強いでしょう。私も仲間にしてください。怪獣を回ろうじゃありませんか。おありがたい。では、参りましょう。猫が、さあ、出発。南に行きましょう。南のミントスの町には海に詳しい老人がいて、魚市場を持っている。あーです。ミントスの町。商売をする者にとっては憧れの
さん老人がいる町は？さあ、何？海に詳しい老人はわしのことかじゃっと？若者は海でじゃなく世界のことに詳しいの。直してまいれ。疲れちゃいました。三老人は若い頃冒険家だった。こんな宝物を手に入れ、それを元手に商売をして大成功を収めた。いやはや、全く。三老人のお話がためになります。物ではなく、心を売る。手には参りました。私も商人の娘、商売の勉強したいとね。わかった。うん。機械のことに詳しいの。は、骨がありそうです。じゃあ、どう受け取る？じゃあ問題じゃ。一番大切。大切なこと。とは何か。やっぱり、知らない人。は、あの、ずっと使わそう。そんな簡単に。はい、ごろ。あ。あ、姫。脅かすこと、なかった。それがよい。でしょ、僕たちお家の手伝いをしているんだよ。もっと小さい時ひどい病気にかかったの。でもそれった村のおじいちゃんがパティシアの根っこを持って治ったんだよ。パティシアの根っこ、ヒルタン老人の試験を受けたのですが、ああ、いまだに答えがわからない。バラの地図が欲しかったのに。だよ。大陸の東の外れにスレッタという島があります。宿屋にいたお姫が立てて飛び出していく。心配で、たち、ここある？と、ここあるお方と、た、が、何めを、助けをしてやったらええんじゃろう。かたい、では、あ、ブライ！Thank you.
はい、では時間の区切りも良いところなので、この辺で終了したいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。